前頭2枚目が阿炎、前頭5枚目竜電です。ともに3勝6敗で10日目を迎えるということになりました。この対戦は竜電が4勝、阿炎が5勝、実に1年ぶりの対戦ということになりますが、1年前の初場所は竜電が阿炎に敗れています。先ほど映っていました電光掲示板リュックです、親方、はい、今私手元で調べましたら、はい、売ってるんです。アマゾンで売ってました。アマゾンで、これ1万6000円ほどでした。1万6000円ぐらいで、今調べた中では。いや、すごいですねこれ。まあまあしますけど、でもなんかもっとしてもおかしくないのかなと思うような。確かにそうですね。これなんかスポーツの応援にこれから売れそうな感じが、なんか今年流行りそうな、多分尺としてはこのお客さんが今一番映ってますよ、はい、だいぶ多分相当尺もらってますよ。いや本当ですよね。この人、これ作った会社の人ですから、もしかしてそれだったら一番いい宣伝されてますよね。そうですよね。これ文字が変わってるんで何パターンかあるということですよね。あ、自分でこう変更というか打てるんですかね、携帯とかで、スマホとかでできたりするような形なんですかね。ディスプレイリュックという。そうですね、時代は変わりましたね。そうですね、我々が子供の頃はまだ携帯電話とかなかったですからね。そうですね、習字で、ね、筆で書く文字じゃなくなる時代が来るのかもしれませんよね、はい、さあ竜電阿炎戦です。ともに大が回予想しますか。竜電阿炎戦、そうですね、阿炎が突っ張ってですね、竜電が、その突っ張りをかいくぐってまわしを取りに行くと、うん、そこでまわしを取ったら竜電、はい、まわしを、与えなければ阿炎っていう流れじゃないかなと、はい、回しを取りたい竜電、突き押し相撲は阿炎、ともに負けが3つ先行して迎える10日目です。ここで止めておきたいという両者。189センチ竜電、186センチが阿炎、阿炎がやはりついて懐に入れさせない、中に入りたい竜電です。土俵際こらえていますが引いた、阿炎勝ちました。竜電の力をうまく使いました、まあ、竜電がどうしても前に前にという気持ちがあって、はい、そこに入りたがりますからね。まあ、回しをやっぱり取りたかったんですけども阿炎が与えませんでしたよ ね、そ, うでしたね。そこをうまく、横に逃しましたね、うん、うまく阿炎が引き落としました。勝って4勝6敗、竜電は7敗目ということになりました。立ち合いもろ手で突きました。まあ竜電はですね、この阿炎の突っ張りを嫌がってですね、どうにかこの手を、伸ばさせないようにですね、はい、下からこう当てがってですね、ただそこを阿炎も、捕まらないように動いていましたから、はい、タイミングが良かったですね、この後うまく左に動きました。突き落としで阿炎が勝って4勝6敗としています。一方敗れた竜電は7敗目を喫して明日11日目阿炎裏戦が明日は待っています。竜電は明日豪ノ山との取組です。さあ今日の推し取組1敗対決、注目の対戦、刻一刻とその時は迫ってきています。琴ノ若大の里、注目しましょう。